転校生、水着用意したか？ほら、リナと泳ぎに行くって約束しただろ？もしかして忘れてたのか？学園の旅行とリナとの約束は別物だぞ。ん？リナはもともと機嫌悪くなんてないぞ。なんで機嫌悪くなる必要があるんだ。旅行は行けたらいいなってだけ。そりゃ残念だけど、無理ならしょうがないだろ。だから、リナはお前と泳ぎに行きたいのだ。それならできるだろ。水着がないなら、リナが用意してやるぞ。サイズはいくつだ？今な、通販のページを萌木に見せてもらってるのだ。そこで選んでやる。柄は適当でいいの？あ、なあ萌木、このヘビ模様かっこいいぞ。もう変か？じゃあ、この猿とバナナは？ああ、これもダメか？萌木が柄にうるさいのだ。今から転校生迎えに行くから、一緒に選ぼう。じゃ、また後でな。